さあ、今日も皆さんと一緒に日本の社会を考えてまいりましょあ、う。行達チャンネル。ということでね、ツイッターも乗っ取られ、番組も乗っ取られた、行達チャンネルです。でも、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さてね、この前滝沢選手がゲストで来ていただいて、ね、まあライジントークをね、こう話、まあ、トークしたんですよね。ここにいましたね。いましたね、はい。ただまあ思った以上にチャンネルが、まあ、なんでしょう、再生回数も伸びずに、まあ、唯一入ったコメントが批判コメント。なんて書いてありましたっけ。いや、なんかね、失礼だなと。お前その滝沢選手に言って、滝沢選手もチャンネル選んだ方がいいよなんていう形で言ってたんですけどね。まあそれで僕もこれは炎上したらまずいと。でこれはなんとかこのコメントの方を少しでもこうね、熱を冷まそうと思って、今度見ますって言って見ましたよ。お、はい、しっかりやっぱ言われた通りに、ね、やっぱ僕も炎上して、こう炎上キャラとしてはやっぱ、成り立ちたくないんで、はいはい、ロマチェンコ負けましたね。だそれ違う、見てる試合違います。いや僕あれ結構衝撃でした。やっぱりロマチェンコは絶対勝つと思ったんですよ。見てる試合違うな。でも、はい、まあそれはさておきね、はい、滝沢選手が行達チャンネルに出て、はい、一躍注目が集まって、なんと、はい、次のライジンにも参戦が決まりましたよ。おめでとうございます。もう我々みたいに便乗商売で乗るんだったら、これも滝沢に乗っていくしかないですからね。いや、これはね、再生回数じゃないんですよ。そうですね。再生回数っていうのは、はい、すぐ辞めちゃう人もいるし、そうですね。ずっと中身濃く見る人もいるし、やっぱそのコアなファンがですね、はい、行達チャンネルから滝沢選手を応援していただいて、はい、おそらく榊原さんの耳に届いたんじゃないかと思うんですよね。そうですね。まあ、票数がね、別に議員当選するとは限らないですからね、やっぱりね。そうですね。いや、それは票数大切ですよ。大切ですけど。ただしかもここで話していた、はいはい、次は四天王とやりたいんだと言ってて、はいね、一応今のこの四天王の中でトップにいる大井久保選手、これはねちょっと楽しみですよね。一応四天王は誰ですか。この間言いましたよね。大井久保選手、はい、堀口恭司選手。違います。堀口恭司入ってないんですか。元谷選手、石渡選手で佐々木ウルカ選手。そうだ、あ、堀口さんは別枠なんですね。その上ですね。でそこにあそこはバンダム級は堀口選手と朝倉海選手がいると。でそこで滝沢がその一角になって四天王になるかならないかっていう考え。今回は四天王の入れ替え戦って位置づけだと思うんですよ。なるほど。これは榊原さんもいいカード用意しましたね。ですよね。まさか来るかなと。でそのしかも後ろには朝倉未来選手のいよいよライジン久々の登場の前ですからかなり注目浴びてきますけど、シュート王者とやるんですよね。そうです、斉藤豊選手と、まず朝倉海選手に挑戦したい滝沢選手にとってはこの四天王との一戦負けられませんね。いやそりゃそうですよね。まあまあ C で言えば、逆に反対に言えば大木久保選手も絶対負けられない戦いですね。ああここで負けちゃったらね、8月にライジンで朝倉海選手とそのバンダム級の王座、ね、獲得でやって、負けちゃったんですよ。でその時にかなり僕が見ててですよ、これ素人ながらただのファンから見てると、かなりこう朝倉海選手が落ち着いて間合いを取ってて、飛び込んだとこ膝蹴りが入ったんですね。あ、なるほどね、はいはいはい、で倒れてもバーってやって TKO だったんですけど、サッカーボールキックか最後は。そうすると参考になるんじゃないかなと。僕記者会見見てて思ったのは身長差がかなりありまして、あ、どれぐらいあるんですか身長。滝沢選手の方がはるかにでかかったですね。これってかなりやっぱ有利ですよね、まあ、それはまあね、立ち技として手足長い方が、まあ、身長高い方がやっぱ有利は有利だと思いますよ、あれ実際と大木久保選手はもともと階級は、そうそう、フライ級で結構こうシュートなんかでも頑張ってきてて、でバンダムに変えたんですけど、これは軽くなったんですか重くなったんですか。あ、すみません、ちょっと四天王の四天王の下りから聞いてなかったですよ。ちなみにチャンピオンは何級なんですか。僕はもともとはウェルター級だったんですよ。だからもう77キロとか、もしくは僕ライトヘビーでやってた時期もあるんで、多分身長的には174、まあ、5センチで、まあ、その階級だったんで、どの試合やっても僕みんな背が高かったですね、はい、自分と同じぐらいの身長の人はいなかったす、ね、とすると、じゃあ大木久保選手とするとどう戦ったらいいんですか、その、まあ、背が低くてもチャンピオンになった信達さんからすると、まあ、それこそね、幼稚園児でも分かるように、まあ、懐に入ってかなきゃ話にならないんで、ただその懐に入るまで その制空権 その、まあ、差し合いを、まあ、彼がどうこう彼のまあ、その制空権をどんどん侵食していくかっていうところにポイントがあると思うんですよ、
まあ、ただね、どうなんですかね、扇久保選手は僕のイメージはやっぱり組み技寝技のイメージが強いんで、うん、やっぱりある程度彼の距離に入るっていうんであればやっぱ打撃でその制空権を削っていかなきゃいけない作業があると思うんですよ、うん、だからその削る作業が、まあ、どっちのその技術がこうあるのかなっていったところは、まあ、例えばまあこれフライ級の方がさっきの答えだと軽いわけですけど、そうですね、バンダム級の重くなるわけですが、はい、やっぱこうグラッピングに持ち込みたいのが、まあ、扇久保選手、そうですよね、まあ、扇久保選手はそういうタイプだと思うんで、ただ彼も決して打撃ができない選手ではないので、うん、まあ、そこはちょっと本当注目すべき、あの、そうですよね、だから去年2019年でいくとその本谷選手に判定勝ち、石渡選手に判定勝ちして、はいはい、これ大晦日ですよ、大晦日、去年のライジンの大晦日、石渡選手とやって、最後もうずっと一進一退の攻防で、で判定で勝ったんで朝倉海選手の挑戦権だったんですけど、これね、あの滝沢選手も気になるのは、この間 KO できなかったって相当悔しがってたですよね。あ、そうですね、前回、あ、なんか、まあ、彼もね結構やっぱ言うときは言う男なんでね、 KO しますよとか、うん、いや絶対 KO で、記者会見でも KO したいって言ってるわけですよ、はいはいはい、その時に大振りになったりすると危ないんじゃないかなと思うんですよね、もう狙いすぎちゃうと。メガネ変えました、一緒です、まあ、もまあそれはまあ、 あの先生だからすごいあの下り側でおっしゃってますけど、別に大振りだったら全部やばいですよ。いや、視聴者、素人、視聴者です、それ大振りじゃまずいでしょ。滝沢選手の、まあ、こうある意味ね、打撃の先生として、一時期アドバイスもしてた立場として、気持ちが入りすぎちゃわないようにするこのコントロール、だってやりたかった視点ノートじゃないですか。ただ僕のイメージですよ、滝沢の。まあね、あのコメントにも書いてありましたけど、うん、あ、見てねえだろって言われたんですけど、まあ、確かにちゃんとは見たことないですよ。ちゃんと正直見たことないです。まあ、ただ僕は彼とはあの、まあ、スパリングも何回もやったことありますし、うん、あ、たまにあのほらツイッターとかでダイジェストで彼の打撃が出るときあるじゃないですか、うん、ただね、彼ね、別に、まあ、試合の打撃ってそれほど精度が高い、そのなんかこうなんですか、スマートな打撃ではないんですね。むしろ、まあ、大振りじゃないけど、うん、しっかりとして振っていくタイプなんで、うん、だからまあ別に彼の大振りっていうのは、あの彼の逆に武器だと思うんですよね。だからそんなに、例えばやっぱりこう、まあ、彼とはいい意味での思いっきりの良さがあるんで、まあ、例えばなんかこうフックだったらこう綺麗なフックじゃないんですよ、結構思いっきり振ってきたり、こうなんかまんぶりするようなイメージがあるんですよ。だけどその打撃の、まあ、その圧がやっぱり組み合わせの寝技の選手にとってやっぱり怖いんですよね、はい、多分スパーリングだったら逆にファッとかわせるはずなんですよ。けどあれが試合だからこそ、ね、抜き身だからこそ彼の打撃って生きてくるんで、逆になんかスマートにやるよりかはまんぶりした方が、まあ、例えばあの、ね、さっきからあの何度も言っちゃうとあれなんですけど、まあ、シューバー選手もそうだったじゃん、そこまで打撃ってその技術的になんかすごい綺麗な打撃するわけじゃないけど、うん、やっぱりまんぶりで振ってくるじゃないですか。そうですよね、あれが怖いんですよ。逆に怖いんですね。ただそのさっき大久保選手は打撃のイメージあまりないとおっしゃってましたけど、信達さんの後輩なんですよ。誰ですか？大久保さん。あ、極真空手、もともとバックボーンが。あ、じゃあ彼勝ちますよ。え、そうなんですか？いや、お前、いや、大久保選手も、でも竹澤選手も木本道場。木本先生。じゃあ関係で言うと、空手と空手のバックボーン同士。まあ、まあ、大久保選手がどこの支部でやられてたかによるんですけど、ただ木本先生のところでやられてたっていうんだったら、僕はちょっと滝沢応援しなきゃいけないかもしれないですね、はい、関係者があるんでやっぱり、はい、なるほど、はい、全然こうプロの解説を求めてないでもあの余談ですけど、実はもうつい最近、はい、松井館長とちょっとずっと長時間いろいろお話しすることがあって極真の空手家のやっぱ魂とか、はい、なんかその空手家のマインドみたいなのすごい感じましたね。あ、感じましたか。もう深かったです。で、ぜひ行達チャンネルに出ていただきたいとお願いしておきましたので館長を来ていただけるかなと思いますけど、まあ、じゃあぜひだから皆さんはこのどちらもね、もう勝ってほしいですね、まあ、僕ね、本当大久保選手にも負けてほしくないんですよ。年齢もね、33歳 で、まあ、僕ももちろん滝沢がね、やっぱ勝ってほしいと思います。やっぱりね、やっぱおじさんを応援しちゃうんですよね、おじさんは。やっぱちょっとそういうのありますよね。そう、はい、なんとなくね、あの信田さんの中では、朝倉海に勝った滝沢を優勝してやりたいと思うんですけど、はいはいはい、だけど今この一戦だと、ね、この四天王の意地を見せてもらいたいなっていうのがあります、ね。まあ、その方がやっぱりね、この後の滝沢もやっぱりこう、あ、まあ言い方あれかもしれないけど、やっぱ、ね、競って競り勝って最後、うん、例えば KO したって言った方が、その一戦がやっぱり勝てになりますから、彼の今後のね。ですよね。はい、だから、まあ、もちろんね、大久保選手もね、やっぱし、まあ、当たり前、まあ、負けていい試合なんかないんで、多分もう今回も死に物狂いでやっぱ取ってくると思うので、ね、相当僕メインよりも楽しみじゃない、楽しみだなと思ってます、はい、あとあのぜひご覧になってる皆さんは
滝沢選手のこうキャッチフレーズっていうのを今募集してますんで、してますね、そちらの動画もぜひご覧いただければと思います、はい、もう今度は見るよ、うん、今度見るから、うん、多分11月21日、はい、土曜日大阪ですからね、はい、ぜひね、あの今回またなんか、まあ、僕が見ても結構面白いカードがたくさんあるので、ね、ぜひあの来陣楽しみにしてください。だそこでメインの予想、あ大事な海選手とミクル選手、お兄さん戻ってきますよ、ライジンに。いや戻ってきましたね、ミクル選手。ライジン7戦全勝。4、5、6、7、8、9、10、うん、あ8ヶ月ぶりのリング。いやだからやっぱりでもこの間そのコロナでみんな YouTube 見てきたってこともありますけど、格闘技見たことないけど朝倉選手は知ってるって人がやったら周りに増えていて、います。もうね、最近あの会う港区女子も、うん、なんか僕がなんかまあ行政書士なのに、まあ、行政書士のチャンネルなんだけどあのなんか格闘家のイメージが強くて、うん、なんかね、まあ、もしくはそのなんか初対面で会ったその、ね、お店キャバクラとかでもなんか、え、何かされてるんですかなんて話で、いや格闘家やってるんだよって、え、じゃあ朝倉選手知ってるのっていう、これが10年前だと正人さんだったんですよ、ね、え、正人さん知ってますか、だからその位置まで彼の知名度が来たってことですよね。昨日ね、会った僕の知り合いも、もうあの朝倉選手のジムに行きたいって言って、トライオス赤坂に体験で行きますって。あの堀先生がやられていやだから、はい、今すごくその総合格闘技全体の中でやっぱ朝倉選手の存在大きいので、大きいですよね。ここに斉藤豊選手が、まあ、シュートチャンピオンですけれども、まあ、はい、どこまで、そうですね、こう粘ってもらえるかって思いますよね。いや、ぶっちゃやっぱその、まあ、こんな言い方するんですけど、斉藤豊選手は僕、うん、まあ、本当に試合はまだ、まあ、もう滝沢の試合を見たことないっていうんだから、まあ、見てるわけないんでもう正直言うと見てないんですけど、ただこの知名度から言えば斉藤豊選手にとって本当はチャンピオンだからね、本来であればこう、うん、挑戦の縮図になるんですけど、そうですね、斉藤選手からすればこれほど美味しいことないですからね。いやだからこれはねビッグチャンスだと思うし、いやだと思います、はい、そのただライジン23で、前の前 の、あの8月の時に、真島選手というレベル FC のメザ級のチャンピオンってやったんですけど、ちょっといまいちもたついてたんですよ。あ、なるほど。でそれをリングサイドで解説してたのが朝倉未来さんなんですね。で結構あのライジンの TV も何度もその朝倉さんの顔を抜くわけですよ。あ、はい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 、まあ、同じ鍵とかいずれ当たるかもしれないっていう、この2人のどっちかがふんふんふんみたいな顔で見ていて、でそのこの間記者会見見ると朝倉選手はまあ俺の相手じゃないみたいなね。あ、そこまで生きたんですか。そういう感じになってるから、そこに隙はあるんですか、そういう場合って。いや、ないでしょうね。ないですか。まあ、ないです。やっぱ彼はね、まあ、僕はあの、まあ、これまたあんま試合見たことないんですけど、うん、やっぱ発言とか、あと自分の見せ方とか、まあ、別に彼の YouTube も見たことないんで分かんないんですけど、うん、やっぱクレバーですね。頭がいいです、うん、やっぱり、はい、だからそれを僕この間滝沢選手に言ったじゃないですか、人気になるにはいろいろなんかって言ったら、ね、コメントにそういうの必要ないって方いましたね、まあ、もうリングの戦いに集中しろみたいな。いや、まあ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 、やっぱり、まあ、結局 ね、やっぱこう賛否両論だと思うんですよ、まあ、もちろん朝倉選手はああやってね YouTube でやってなんか、まあ、叩かれてることもあるじゃないですか、うん、やっぱりそれで賛同する方もいらっしゃるし、やっぱ滝沢は滝沢でやっぱり、まあ、確かに、まあ、これが立つわけでもなく、うん、まあ、面白みがあるわけでもない、まあ、結局リングの外だとなかなかねこう彼らしさが出ない部分があるんで、まあ、逆に言うとそういうのを見てなんかウブだと、まあ、あのまま行ってリングだけ輝いてほしいみたいな、だそんな他のとこなんかいらないよ、もう滝沢選手はそのまま素材原材料のままその食材のまま行っちゃった方がいいよっていう人たちが多いかもしれないですね。なるほどね、ただその K-1 で行くと那須川天心さんとか武尊選手みたいにもう見るからにスターの感じ、滝沢選手ないんですよ。まあね、これいい、マジこれまたコメントかかるんですよ。そういう意味ではなんかすごい好青年だし、はい、めっちゃかっこいいですけど、その格闘家としての圧みたいな感じと違うんですよね。まあ、結局あれですよね、なんかね、じゃ あのちょっと女の子紹介してよなんて言って、うん、いいよいいよ、じゃあ紹介するねって、どんな子、いい人かなみたいなね。だからそのなんかこうビジュアルがいいとか、なんか肩書きがあるとか、うん、なんじゃなくていい人かなで終わっちゃうイメージだから、確かになんかキャラが欲しいんですよね。そう、欲しいですよね。だからまあ彼がどういう方向性でいきたいのかわからないですけど勝手に僕らが喋ってるけど滝沢ファンの見立てじゃ僕悪い意味で言ってんじゃなくて、そう本当に人気出てほしいですよ、うん、人もいいし。いや、本当にそうなんですよ。なんで人気出ないかっていうと、僕はそのキャラが立ってないところじゃないかな。だって前も言いましたけど、ウルカ選手なんて、はい、この間 K-1 の久保さんとスパーリーグシャンパンみたいな、スパーリーグやってて、もう紫の髪で来たけど、言ってることすっごいかっこいいこと言ってるわけですよ。だからギャップですよね、相手の抑え方とかね。ギャップ。あと K-1 の木戸さん、あ
もう、ね、あのあれだけおちゃらけててインスタとかはちゃめちゃなのに、もうリングのことになったら全く目の目つきが違うって、まあ、ギャップですよね。ですよね。それはだって別に格闘家だけじゃなくてやっぱりねこう女性がねやっぱりグッとキュンとくる、キュンあキュンキュンあキュンとくるところってやっぱギャップじゃないですか。いや僕だってねこんなふざけたことやってるけど、まあ行政書士っていうこのギャップだったりやっぱありますよ。それでいてね、いやあの空手教えてるだとか、うん、あのプロの元世界チャンピオンってギャップモテないんですよね。いやギャップないんですよ。いつもそれぶっ殺してやろうか。あそうですね。最後の空手家だからあそうですね。いやだからそういう意味では本当朝倉さんがこんなに格闘技界の位置をこう今言ったように正人さんの時代あげてますよね。あの正人ブアカ王の時代から、はい、で僕はちょっと言いましたけどやっぱ浩二さんとかもめっちゃかっこいいし、わかります、もう大好きなんですよ浩二さんのあの雰囲気とかも、俺はいけてるぜみたいなのも。でもなんかまたここで一発行くにはやっぱ朝倉さんにみんながこう、ね、どうライジンを中心に盛り上げていくかだと思うんですよね。そうだと思いますよ。やっぱりねあの本当昔の10ね一昔前10年前とは桜庭選手って言ったらこう、うん、やっぱりまあ格闘技を知らない人たちが言えばわかるっていう知名度、うんうんね、今はその那須川天心さんとか武尊さんとか、うんうん、そのね今言った朝倉選手、朝倉兄弟っていうのは本当に格闘技見たことない人たちが知ってますもん ね。あの YouTube の人でしょとか、あの人かっこいいよね、あのキックボクサーの人だよねとか。そうだからそれでやっぱ格闘家の YouTube すごい増えてるんですよ。 K-1 の選手さっきの久保さんなんかもあのサラさんとやってるし、はい、でみんなバズってんのになぜか行田チャンネルだけはバズってないんですよ、ね。まあ多分 方向性が迷走してるんですよ。行政書士よチャンネル。ここでしか聞けない話いっぱいあるんですけどね。まあ結構 ねそれこそね議員の先生が現役でこうやってなんかよくわからないレギュラー番組別にギャラ発生してないんですよ。僕はただファン代表で来てますけど、だからあの東京都議会議員と行田チャンネル紹介してもらうのもありがたいんですけど、一応そのブラジリアン柔術連盟特別顧問としてやっぱ、ね、あのこの間も言いましたけど、MMA は万人のものになると、そうですそうです、 MMA がこうみんなの輪につながるってところを目指しているので、で MMA で、ね、世の中を元気にさせる、ね、そうですよ。もう鬼滅なんかに負けたらないですよね俺ね。確かにあんなねもう本当にもうぜひだからそういう意味でライジン25に向けてもうちょっと近づいたらいろんな情報出てくると思うんで、うね、こう見えても世界チャンピオンですもと、多分次の25の前には直前に直前予想もうプロフェッショナルで予想しますので柱になります。それ鬼滅じゃない。鬼滅になっちゃって負けてるから。だから俺が来たっていうね。ぜひだからまたこの25の前に受けやってくださいね。はい、ね、あの今浩二さん参戦の噂あるんで、もう浩二さん来たら僕テンション上がりますから。大好きですもんね。大好きですから。楽しみですね。ということで、はい、この辺りで。はい。じゃあその形ですね。まああの来人24、25、本当に目白押しのカードでね、また以前来ていただいた滝沢選手も出るので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。できれば、もう炎上でも、ね、悪口でもいいです。あの誹謗中傷全然 OK なんで、どんどんコメントしてください。それのコメントに対して必ず触れますんで、そんな形です。ではどうも今日もありがとうございました。ありがとうございました。誹謗中傷は一人だけにしてください。チャンネル登録よろしくね。